タラチャンネルのタラです。今日も一緒に遊ぼうね。それではレッツゴー。タラチャンネル始まるよ。毎日平和な特化タウンのとある日。先生さようなら。やっと帰れるね。3時のお菓子は何かしら。給食でまだお腹いっぱいだよ。ねえねえ、私今日はママと一緒にナイトルーティンするんだ。みんなはナイトルーティン何かやってる？ママと一緒に楽しそうだね。私はね、やりたいことがいっぱいありすぎてついつい寝るの遅くなっちゃうんだよね。何そのキラキラ女子みたいなの。私とは正反対の眩しすぎる世界だわ。いつからそんな習慣始まったのかしら。それともただ私が世の中に馴染めていないのかしら。おやおや、小学生になるといろいろと気になることが出てくるようです。私ね、ナイトルーティンするようになってからぐっすり寝れるようになったんだ。朝の目覚めも良くなって起きるのが嫌じゃなくなったよ。それめっちゃいいじゃん。私も今日はナイトルーティン楽しもっと。サラもナイトルーティン楽しもっと。もう帰りましょう。そして待ちに待った夜、みんなの様子を見てみましょう。ああ、お風呂気持ちよかった。私のルーティンはご飯食べた後にお風呂入って、今からママと一緒にルーティンを楽しむよ。まずはヨガでリラックスするよ。せっかくだからパックをしながらヨガするよ。さあ今日も頑張りましょう。はい、気持ちをリラックスさせて深呼吸よ。スーハースーハー。次はよく寝れるようになるポーズよ。本当だ、よく寝れそう。はい、水分補給よ。すっきりしたわね。お肌もツルツルなったし、体もすっきりしたね。ママまたヨガしようね。次は明日着ていく服を用意するよ。何着ていこうかな、迷うな。これにしよっと。寝る前に服を決めていたら朝迷って時間なくなることを防げるからね。これ結構ポイントだよ。そして私は寝る前はネットやゲーム、スマホはしないよ。ブルーライトを見ると眠りが悪くなるの。だから寝る前は眠たくなるまで本を読むよ。今日の本はパンの図鑑だよ。これを見て朝に食べたいパンをママにリクエストするの。本を読んだらすぐに眠くなっちゃうの。私のルーティンはこんな感じだよ。おやすみ。やっほー。次は私のルーティンの紹介だよ。まずはショート動画を撮影するよ。私のショートはお菓子や流行りのものを紹介するよ。それじゃ撮影するね。ポチッと。やっほー、みんな元気。今日紹介するのは新しく追加された食べ物だよ。パン粉とじゃがいもを合わせると流行りの渦巻きポテトの出来上がり。次は魚とココアを合わせると何ができるかな。たい焼きの出来上がり。こうやってほぼ毎日ショート動画を投稿してるんだ。そして次は猫ちゃんと鬼ごっこするの。私の一番の癒しの時間だよ。まだ眠くない時はネットドラマや映画を見るよ。ああ、眠たくなっちゃった。
私のルーティンはこんな感じ。おやすみ。ミヤちゃんママは何しているのかな。私はみんなが寝静まったら趣味のお洋服作りをするの。この時間が一番好きなんだ。おやおや、みんなルーティンを楽しんでいるようです。私もキラキラ女子になるためのナイトルーティーンをしてみるわ。アロマキャンドルに挑戦してみたわ。とりあえず香り付きのものを選んでみたの。いろんな香りが混ざって不思議な香りになったわ。なるほどね、火を見てたら癒されるわ。次は唇プルプルケアをしてみるわ。これでいいわ。次はママとパックに挑戦よ。冷たいわ。キラキラ女子になるのも大変ね。次はホットアイマスクよ。目の血流が良くなるらしいわ。目のクマが改善されるかしら。何も見えないわ。暗闇の中で瞑想って感じね。ナイトルーティーンにはサプリも人気らしいわ。スマホで疲れた目を癒すルーティーン。心地よい目覚めをサポートするテアニン。肌のカサカサ対策にヒアルロン酸。プルプル肌を目指してコラーゲン。最後は背を伸ばすための牛乳よ。これで完璧だわ。次は寝る前のトリートメント。つけて寝ると翌朝うずつや髪になるらしいわ。ウェンズデー、これで完璧よ。白い歯を目指して。歯磨きも重要よ。暗闇で輝く歯を目指して言うの。寝る前に香水をまとうのもポイントらしいわ。眠れる気がしないわ。あとは寝るだけだわ。あら、宿題忘れていたわ。そういう時はこうよ。これでいいわ。おやすみ。スマホのチャック忘れていたわ。あら、充電切れたわ。充電が切れたら寝る合図よ。そもそも私のルーティーン興味あった？最後はサラのルーティーンだよ。お風呂上がったら髪の毛傷まないようにしっかり乾かすの。サラサラ髪が命だからね。ママ、いつものお願いします。はいはい。まずは水分補給。次はお風呂上がりのフルーツ。結構本気でたくさん食べるんだ。フルーツなら何でも大好きだけど、一番好きなのはイチゴかな。サラはランドセルが重くて肩こりやばいの。揉んでもらわないと寝れないんだ。肩もむ係はパパ。これですっきり寝れる。そろそろベッドでゲームタイムするね。パパママおやすみなさい。サラちゃん何か忘れてない？あ、忘れてた。
寝る前にチャレンジ特化をするのがルーティーンなんだけど、よく忘れてしまうやつ。これ明日の授業でやるやつだ。学校の勉強を先取りできるからやってると安心する。よし、これで OK。 あー、眠たくなっちゃった。勉強するとかなりの確率で眠くなる。でもベッドに入るとなぜか目が冴える。そういう時はタイピング音聞くの。あー、癒される。これで寝れる。以上がサラのルーティーンだよ。おやおや、みんないろんなルーティンがあるんだね。それではまた。今日の動画はいかがでしたか？また一緒に遊ぼうね。またね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくね。